今日の主役は手裏剣はもちろんやるんですけど、主役がちょっと面白いんですよ。こういう木のですね、枝葉なんですよね。これはウドかな。あとその他この辺の近辺とかうちに生えてる木の枝を切り落としたんですね。それで、言うまでもなくこれ何に使うかっていうと、あそこのですね、柱にこう紐でくくりつけて、先だって予告しました手裏剣がですね、木の葉っぱとか枝、特に枝ですね、に当たってこの軌道が阻害されたり、磁気打法のこういう傾いて刺さるというのがどのぐらい阻害されるかという実験なんです。で、このぐらい持ってたらもうこれでほとんどの重量圏も含めて、ただ 200g とかあったって、あと 300g あるナイフだって空中で叩いたら終わりなんですよね。これでこういうものが防御になるんです。専用の布をもちろん隠し持ってるっていうか用意しておいてもいいんですけども、その現地調達ならこういうものでスローイングナイフの類ですよ。弓とかになるとまた別ですけども、槍とか弓、そう、特に槍とか弓になったら、投げ槍ですね、投げてくる槍とか弓は別ですけど、その他の小型の手裏剣とか中型大型のナイフなんていうのは投げることにおいてはこういうものに非常に弱いんですね。で、ということを検証するんです。どのぐらい弱いか。それで気をつけなきゃなんないのは、今猫があんなふうにやってますけど、問題はここの距離なんですよね。で、自分が標的の位置にいたとします。そうすると、自分が標的の位置にいたとすると、現在草があるあたりっていうのは大体その手に草を持って防御した場合ですね、の大体位置なんですけど、これをですね、だんだんこう違う距離にしていくんですけど、言うまでもなくこういうふうに手前にあったとしますよね。手前で避ける、手裏剣が自分に当たる寸前で避けたら、それは、若干不利なんですよ。それは言うまでもなく、どういうことが起きるかというと、こう標的まで近いとしますよね。近いと磁気打法で飛んでくる剣っていうのはすでにもうこんな状態、ほとんど水平かこういう状態になってますよね。この辺ですよね、大体ほぼ水平ですよね。的の手前半径90センチって言ったら、もう剣先はほぼこうなってます。だからこういう場合にはこうやっても、突き通ってしまう。いくら防衛してもこういうふうな姿勢の剣に対してはそんなに威力はないですが、ただしね、ただしこれをこう来るのをこうやっては防いでるだけではダメですけど、ただしこういうふうにね、上から来たのを叩き落としたら、これは結構弱く落ちると思います。ただ今回叩き落とすっていう動作をちょっとできないので、まず通過させますね。この実際の本物の剣が来たのを本物の剣が来たのをですね、草で叩き落とすっていうのは、そうですね、これいつか例えば水月庵さんで協力して、多分私が投げた方がいいと思うんですね。私が打計した方がいいと思うんで、至近距離で十分にコントロールを定めて、この辺にバッターボックスに立つような感じで、それでこう来た剣を叩き落としてもらうってことはできると思います。それはさすがに人に当ててしまうほど濃紺では今ないと思うんで、昔だったらいいですよ、今はそんなことないですから。それは人の協力がないとできないですね。打鍵をちゃんとできる人と、あと目で見てそれをこう目視でこうパーンとこういうんで叩き落とす。それはちょっと置いといて、今日やるのはこの草のある位置ですね。草木のこの枝のある位置を、今はうるさいな、この灰。灰というか虫。この今半径のこれを1間にして、1間半に、2間、2間半ぐらいにして、当然その途中っていうのは、3件4件から投げると2件ぐらいの距離だとまだこんな状態なんですよね。こうなってるところに対してですね、まだ剣がこういう状態のところに対してこれが立ち塞がると、これがもう枝に当たって、結果としておそらくは、こういうふうに来た剣がこうなっちゃうんですね。こういうふうに、こんなふうに。だからこれがただそこに妨害物としてあるだけで、別に叩き落としたりしなくても、こういう枝に当たったら少し斜めになってる剣っていうのは、結果としてこうなって多分落ちると思います、下に。
で、まあ、落ちるかですね、もしくはこう斜めの軌道になったまま的に当たってしまうということがありえます。で、実際それが起きたのがこの間この上にありますけど、これがあの8軒から投げているときにこういう木の枝にバンと剣先がかかって刺さらなかったケースですね。だから、打剣距離、打剣者と、その標的というか人まで狙われた方の人までの距離の、それがこう打剣者に近ければ近いほど近い位置に、草木の障害物があるとより困難になるわけですね。だからまあ早い話が打剣されそうになったらば、あの草むらに逃げ込んでしまいってことは、まあ、草むらって言ってもあの背丈が低いんじゃなくて、自分の顔面とか体を相手が打剣で打つには枝とか葉っぱが邪魔になるというところに逃げ込めばいいわけですね。あの森の中であの彼に西洋式の刃のガンガンついたナイフでも同じことです。やっぱりそういう障害物があったら非常に投げにくくなります。で、もし至近距離に来ちゃったら、もう狙われてナイフが飛んできたらそれはもうあの草で畑を落とすしかないですね。あのこう構えて、これだけじゃさすがに、さっき言ったように目の前に飛んでくるのこれだけだとこれは通過されちゃいますね。多分刃先がもうほぼ水平になってますから。だからその時にはたく、はたく時に別にあのほんのわずかな力で空中を飛んでるものは結局不安定ですから何も支えがない。刀とか槍みたいに人がね五体を張って支えてるものではないですから、空中に浮いてるだけでね、いくらあの強い勢いで飛んでき浮いてるだけですから、畑を落とせるってことですね。布とかこういう小枝とか、刀でやろうとするとあまりにあの面積というか体積というか面積がね小さいですので、それやり損ねて自分が怪我したりとか刺さっちゃったりする可能性ありますから、そういう点で、どこにでもあるこういう草ならば、かなり阻害力はあると思いますので、それを実験します。ごめんなさい説明長くて、まあ、100番一見にしかずですね、このくらいだとね刺さると思います。でもこれが向こうに行けば行くほど、打剣者の方に寄れば寄るほど直打法で刺すのは難しくなるし、直打法で刺せないということは回転打でも刺せないということです。だから槍以外はダメですね。槍みたいに本当に槍とか棒ガンとか弓矢みたいに本当にまっすぐ飛んでくるものならば、障害物というか草木があってもそれを、貫通していくでしょうけど、しですね、その弓矢でさえもね、槍はともかくとして弓矢でさえも、遠くから依頼た弓矢っていうのは布を垂らしておくだけで、その垂らした布を通過するのは難しいんですよね。貼ってある布があれば刺さったりするんですけど、布を垂らして不安定になってるっていう、そこにふわっと、包み込まれてしまう緩衝材になるんで、布に対しては、弓矢でさえも弱点を持ってますからね。今的の手前、半径約90センチのところに草がありますけど、これはあの貫通しようと思います。まあ3軒半ぐらいからちょっとやってみましょうか。のは2本刺さってますね。なのでもうちゃっかり簡単にまっすぐ抜けちゃってますよね。ということで、標的の前ですね、半径じゃもう、持ってるだけでは防御にならないですね。ただちょっと草の量をもう一回増やしてみます。ちょっともさもさっとした感じでね、3束ぐらいやったんですけど、これでこう来たやつが、まあ、こうは来ないですね。もう的の標的手前だとこうだから、もう多分ねこういうふうに刺さっちゃうと思うんですよ。じゃあちょっとノーマルなスピードで3件半ぐらい、やはり阻害されないですね。こんな感じで1本下に落ちましたけど、まあ、4本中3本刺さってしまってますね。で、これからなんですね。これがね、ちょっとこう1軒、こっちに1軒になり、1軒半になり、2軒になると、これが話が変わってくるんですよ。こんな感じなんですけど、1軒って結構遠いんですよね。
1件って結構遠くて、こうなると、特にね、前重心の剣なんて、バトル標的の手前までこんななってるのが、ひょこっと首落ちしたりするんで、もうこういう姿勢で行っちゃうんですね。で、うちの御霊流の、やや後ろ重心の剣っていうのは、かなり素直に行くんで、このぐらいにはなってると思うんですけど、それでもね、斜めにあそこに入ると、今みたいな状態では、そう簡単にはいかないです。で、同じく3剣半ですね。まだかろうじて刺さりますね。ちょっと阻害されるんだけど、今あそこに3本刺さってるんですけど、2本か3本刺さってますけど、まだかろうじて、もう1回ちょっとやってみます。ちょっとしゃがんだ方がいいかな。まあいいや。大丈夫ですね。1軒はまだいけますね。1軒だとそんなにまだ、こう立ってないんですよ。斜めにちょっと斜めぐらいなんで、あの辺の草は通過できますね。1軒な4本投げて3本いきましたけども、じゃあ次1軒半です。これは距離がちょっとまた下がって、今1軒半ですね。1軒半距離でやりますが、これはちょっと座打ちというかしゃがんで打った方がいいですね。これでアウトですね。ただね、これ標的から1軒半ですから、これは打鍵者の位置が問題なんですよね。打鍵者からどのぐらいの位置に木があるとやばいかって問題です。例えばあの極端な話、これ私が10軒投げをやったら、あんな距離どうってことないんですよ。もし 10軒から投げたらば、敵の手前1.5軒、1軒半のところに障害物があったとしても、10軒から投げた場合って、もうあの敵の手前1軒半の位置っていうのは、すでにもうほとんど剣は敵の方を向いてますから、あそこを通過します。だけども投げてから、短い間、これだったら 1.5 だから 3.5 から投げたから、打鍵者から見て、2軒先に草があったらば、でしかも、その1軒向こう側に敵がいたら、これはもう刺されにくくなってくることですね、かなり。じゃあ今度はですね、あれ的から2件の位置に置きました。で、撃つ私は4件から打ちます。つまり、敵と打鍵者のちょうど中間にあった場合、その中間にあった場合っていうのは、剣はおそらくこのぐらいなんですね、よくても。いろんな打法によりますけど、打法どう変えても剣と標的の中間状態では、剣はまだこのぐらいであるか、まあ、せいぜいこのぐらいなんですよね。だから必ず阻害されると思いますので、4件から打ちます。ちょっと座打ちがめんどくさいんで、あんなふうに、こんなふうに、お花いけ、草をいけるみたいに、縦にやって、立って、立ち位置で、普通に本打ちでやります。で、距離4軒ですね。で、草木のある位置は2軒の位置です。半分の位置です。こんなふうにほとんどかすらなければ、ああいうふうに刺さるわけですね。ちょこっとしかかすらなければ、これが本格的に草の真ん中に行った時が次です。最後の一本は普通に刺そうと思えば、こういうふうに刺せますよっていうことのために見せましたけど、こう真ん中入るともうダメですね。かする程度なら4件のは4件距離で、2件のところに障害物あってもいいんですけども、ちょっと難しいですね。せっかくですから、ハイスピードカメラで後で撮りますけど、まずノーマルなスピードで、この黄色い印をつけた剣を4件の距離から、ここ2件ですね、2件の位置で標的、この距離感覚でやります。まずは標的に刺します。ちょっと立ち位置をずらして、直接標的に刺すと、この剣がどういう、傾きでいくかですね。まずサンプルです。
逆光でどう映るか分かんないけど、ハイスピードカメラで、普通の打鍵を、阻害されない打鍵を撮ってきますね。次は問題の阻害される場合を撮ります。これはいろんな角度から撮っていますね。いろんなっていうか、数種類ですけども。さて、これまで4件の距離から3件半ってやりましたけど、今度はですね、最後にこれ仕上げで3件距離でですね、1、2、3のうち標的から1件のところ、だから相手から見ると2件、投げてから2件の距離のところに障害物があって、障害の草木があって、そこから、敵というか受ける方からすると1件のところにある。このケースでやって、これで終わりにします、今回のテストは。じゃあ、このまませっかくですからハイスピードカメラでやっときます。最後はですね、あそこを約半径弱に80センチぐらいにしました。ここに私がいたとして、手に葉っぱを持ったらば、その葉っぱが自分を守るような感じになった場合で、距離3件ですね。これは多分通過できると思います。3件距離で、半径の位置、標的から半径の位置なら、草は通過できるような気がします。そんな感じでやっぱり、通過できましたね。葉っぱまで連れて行っちゃいましたね、これね。ささっと葉っぱを。こんな感じですね。